今日は6月3日、今6時40分、山口県の萩にいます。ゲストハウス暁屋というところに泊まってます。今日は今から宿を出て福岡に向かいます。今日いよいよ福岡に上陸予定、九州上陸予定です。じゃあ行ってきます。行ってきます。暁屋さん出発します。昨日は雨だったから外部マイク、外してたけど、今日はピカピカに晴れたのでまたマイクつけてます。声はちゃんと入ってますか？今は6時半、6時ぐらいに出ようと思ってたけど、コーヒー飲んでてゆっくりしてこの時間になった。今日の移動距離は約220キロくらいかな。5時間ぐらいで着く予定。福岡でのパーティーは、ウェディングパーティーは15時開始予定なので、それに間に合うようにお昼かお昼前かお昼過ぎぐらいには着くかなという見込みです。せっかくだから海沿いを走ろうと思って、ちょっと遠回りだけど、海沿いのルートにしました。釣りしてる人がいる。ちょっと景色が綺麗だから前気をつけていかないとな。いや、景色綺麗じゃなくては前は気をつけなきゃいけないんですが、特に脇見には気をつけていきましょう。いい朝。いい朝。下関を経由して九州大陸に上陸したいと思ってます。九州の州って、本州の州とかって、州の字に大陸っていう意味があるのかな。だとしたら九州大陸って重複しちゃってるね。何の話か分かんないけど、山口県出身の友達に聞いた話、山口は、道が綺麗だそうです。なぜかというと、山口出身の総理大臣が多いので、道路整備にも力を入れられているそうです。そういうのを、小学校の時に学校で習うらしい。あとはガードレールがオレンジ色、だいだい色、夏みかん色だっていうのを言ってた、そうらしいですよ。よいしょ。はい、ガソリン入れます。レギュラー1リットル155円、なんか他の場所に比べて異様に安い。他だと170円ぐらいだったけど15円も安い。これも総理大臣が関係してるのかな。とは言っても高いけどね、150円。私がバイクに乗り始めた25年前、高校1年生の時はレギュラーガソリン1リットル100円切ってたな。90円切ってる時もあったよな。まあ、100円だとしても今150円、170円高え。
げえな。一旦山の中入ったけど、またこれから海沿いの道に出る予定。何あれ、下関の下の文字、特牛と書いてこっとい、こっといなんて読めない、あれ知らなきゃ。あった、夏みかん色のガードレール。わあ、夏みかん色だ。オレンジ色ガードレール。あ、色落ちると白なんだ。わあ、これが山口名物、夏みかん色ガードレールでした。ほらほらほら、あ、これ違う。阿川宝泉栗海浜公園っていうところに来てみました。ウェルカム宝泉栗へ。宝泉栗って栗の種類のことかな。お手洗いもある。ちょっと降りてみようか。阿川、ここでーす。で、ちょっとここから近くに角島っていうところがあって、そこの角島大橋はぜひ行ってみてくださいってこの間教えてもらったので、ちょっとそこ寄ってみようかと思います。角島どっちだろうな。角島行くならこっちっちゃ、こっちだ、こっちだ、こっちだ。あ、角島だ。これ角島、読み方角島で合ってんのかな。うわーうわー、角島、あ、これでいいんだ。角島で読み方合ってた。よー、うわー、すげー、うわー、あ、サーハーだ、サーハー。うわうわすごい綺麗。うわこれは、この水の、海の水の色が変わってるのは深さが変わってるのかな。うわ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 、歩いてる人もいる。いや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 、もう風が強い。この手前のところだけ海荒れてるけど、あの向こう側落ち着いてるね。これしかも気候もいい、暑くなく寒くなく、すごい気持ちいい。今朝8時半かな、時間は8時半。早起きしてよかった、混んでないし。いやーすごい、うわーすげー、あらららら、景色の良いルートに入りましたってナビが言ってるけど、確かにこれは景色の良いルートだ。あー、まあでももう戻ります。今角島大橋渡ってきたけど、またすぐに戻ります。意外ともう時間がなくなってきちゃったから、ちょっともっといろいろ見たいけど、
方ない、残念だけどちょっと先を急ぎます。いやーすげえ、すごいよ、すごいすごいすごいな。うわー地層が、地層がすごい。よーし行くかー。ちょっと寄っちゃう。パーキングがあったからちょっとパーキング寄ってみました。綺麗。あ、危ない危ない危ない、カメ、カメ危ないよ。君すっぽんじゃないよね。君どこに行きたいの、君は。よいしょ、ここでいいのかな。お水でもかけてあげようかな。あ、これは濡らさない方がいいのか、これ。あ、温め、温まってたのか。あ、ごめん。ちょっとごめんね。とりあえず行こう、急がないと。よっこいしょ。よし、はあ、よし、関門トンネルの料金所通過20円。ああ、そしてフグ関門隧道、よし。これ海の底のトンネルだよな。あれっぽいな、ノールカップ行った時のあの地下のトンネルみたいな感じだな。あの時はどんどん潜っていってどん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 寒くなっていったけど、ここはあったかいぞ。長いのかなこのトンネル。はい出た。これで九州福岡かな。門司港、あ、福岡、九州へ上陸しました。門司港、おお、ここが九州、九州バイ、九州バイ。3歳まで福岡に住んでたんです、私。大橋幼稚園に通ってました。あと95キロ、うん、間に合いそうだな。今は10時15分。お腹空いたな。でも今食べちゃうと多分パーティーでご飯出るよな。きっとどんなパーティーなんだろう。ご飯しっかりしたものなのかな。そうそう、今日参加するパーティーっていうのは、およそ10年前にワーキングホリデーで行っていたオーストラリアで出会った、2人、新郎の方も新婦の方もオーストラリアで出会った2人のウェディングパーティー、結婚式に行けなかった人たちを招いて、ビーチでのパーティーがあってそこにお呼ばれしています。乾杯の挨拶を頼まれているので、今日のミッションはそのウェディングパーティー会場に、まずはパーティー会場に時間までに到着すること、そして、乾杯の挨拶をしっかりと成し遂げること、この2つが今日のミッションかな。うん、まあ大丈夫っしょ、なんとかなる、はい。福岡って言っても、福岡市って言ってもかなりでかいんだな。東区、南区、中央区、博多区、いっぱいある。
ぱいあるよ。トス、トストス。眠いね。お昼時だからみんなご飯買ってますよ。さあ、もうすぐ終着。あと2キロ、3キロかな。ちょっとコンビニに寄って行きます。無事に時間間に合いそうだ。じゃあ一旦コンビニと。さあ到着だ。でもどこなんだろう。ここかな。おー、怖い怖い。これか。ここだな。はあ、着いた。無事に目的地に到着しました。今2時10分、到着したのは3、40分前かな。13時過ぎには着きました。ここまで、自宅出てからここまでの走行距離が1308キロ。埼玉からこの福岡、糸島まで1300キロ。3日間で無事に走り切りました。はい。そして今日これからここでウェディングパーティー参加します。ここでパーティー。みんな今打ち合わせしてる。そんな感じで今日はおしまい。